はい、えーメンタリスト D5 ですね。えー、ちょっとね、読んでいただきたい、えー、記事が。 ああるのでちょっと2つあっとつてて紹介させていただきます、えー、まずですね、あのこちらですね、はいあのー、現在発売中のえっと週刊文春ですね、えっとまあ、今コンビニでこれ発売されていると思います。あのここにですね、あのー、えー記事が載ってますね、D5、はい。あののはいえー、こちらぜひね、ちょっとあのお手にとって読んでいただければと思います。あのー、このね、あのー、D5 がえーあれね、未成年引行をやったのを告発したのがこのえっとまあ文春さんだったわけなんですけども、えー、まあ一度ね、あのもう一度そこに立ち返って、まあ、えーこの まあ本誌に載ったその事件についてもえまあ報道があったのに結構その後にまあなんだあのまあちやほやする人がまあ後を絶たなかったということでまあそれはあのこういうやつだってのをなんか分かってたでしょっていうだ認識が甘かったんじゃないのみたいなえことを言っていてえまさにだから結構僕が考えてたことと,えーえーとまあそのそのまんまというかまあかなり近い見解えが書かれていますはいあのぜひちょっと読んでみてくださいえ現在発売中でございますそうだからだい、あのー、そういうやつじゃん あいつは、そういうやつやんっていう話。そう。だからなんで、その、何なんだろう。あのー、それに引っかかる、あの、人が後を絶たないのかっていうのが、まあ、あのー、よくわからないし、まあ、今回の件でね、いきなりなんかもうバーっていっぱいいろんな、あのー、なんかその政治家とか、その芸能人の人とかね、あのー、がいきなり叩き始めたけれども、あの、逆にだからその、そこまで、なんだろう、こ、こいつがやばいつだってことが知られてなかったっていうことの方が僕はびっくりだったっていう話で、だからそんな、なんだろうね。うーん。まあ、だから、 僕とかやっぱそのエラティンさんとかはそうもう知ってたからなんかあのまあやばいこいつやばいっていうことがうんまあだからなんだろうねうんまあそこまでなんだろうあのここでもううわ太鼓許してねえみたいなそう感じにはあの別になんかななってないっつうかうんだって元から分かってたことなんっていう話でまあでもねあのそれがね今回このえー、の炎上によってええー、まあその多くの人にねあの知られることになったっていうのは、えー、すごくいいことだなって思ったしあのこうやってねあのしっかりとあのまあ週刊誌にも記事が出て過去のその未成年インコ についてもしっかりとねあの、えー、報道されたということはとても素晴らしいことだと思いますので、えー、週刊文春さんにあのあの、まあえー、とても敬意を表したいと思います。あとね、もう一つ、あのちょっとね、下にリンクを貼っておくんでよん読んでいただきたい記事があって、あの我らが大好きあの山,山本一郎隊長ですよねあのあの、隊長の記事がねあの、これがね、めちゃめちゃ,めちゃ読み応えがある記事だったんで、ちょっとね、あのぜひ読んでみてください。このリ、えーゴ炎上に見る、えー、迷惑系ユーチューバーのビジネスモデルという煉獄ということで、まあ、要するにだからもう、 あのディゴはもう目明けユーチューバーとヘズマリュと一緒だとあいうことを言ってるわけですね。であのー、こうやってなんかあの謝罪のねあのなんかあのああいうやり方ああいうだからそう注目を集めるようなあのやり方をやってそれであの、まあ、それで PV 稼いでみたいなそう。まあ、だだなんだろうあのーまあこのこ まあ、あとにかく、被害被害者のことを何も考えないですよねっていう話で、このね、えー、未成年インク、だから僕もね、すごい、あのー、まあ、ちょっと詳しくあのー、記事読んでいただけると思うんですけど、あのー、ちょっと前に、あのー、あれね、あの、岡野武史先生のとこにね、あのー、ガムテープ弁護士、福永勝也と、えー、一緒にね、行って、それでなんか、あの、完全敗北みたいな、あのー、ことを言ってた、あれとかも、なんか僕は何がすごいあのー、嫌だったっていうか、その、まあ、腹が立ったかったっていう、なんかその、解釈論のことばっかり話してて、いやそうじゃねえだろうっていう、そのな、なんだろうね、うん、まあ、 ああのー、まあ、どっちもね丸,丸く収めた形にしたからまあなんかそういう形でやろうっていう風に打ち合わせしちゃったからまあ致し方なかったのかもしれないけどなんかもっとそのさ被害者のなんか、ね、女性の方の気持ちとかに寄り添うあれはないのかっていう話でねディーゴに関してもあ複福の和也に関してもなお前ら加害者側が何のノのうと何か何なんだろう専門家ぶってなんかそなんだろううんまあ、お前らやってるかやってる側じゃんっていうおかしいだろうっていうなんかそれがんかのうのうと何か暮らしてる感じっていうかそのね なんだろう,う、まあ捕まってないだけの犯罪者があのな、ー、んだろうこうやって。 なんか、うん、普通に暮らしてるっていうか普通に暮らしてるっていうかしかもそれでなんだろうねまあ裕福な暮らしをあのしてるっていうのは僕はちょっとやっぱり許せないなっていうふうにやっぱり思ったし、うん、だからディーゴに関してはあの、まあ、これを機に、まあ、YouTube のチャンネルはあのバーンされるべきだと思うし、えー、そ,あのそこからね収益をあの得る資格がない人間だと僕は思いますしあとまあ福永克也に関してもあのまあ表に出したいねもう本当にいろいろ僕もいろいろそのまあタレコミ来てんだけどね本当はタレコミ来てんだけどあの、まあ、言わないで ってやっぱり言われてる。 あのところがあるからだから言えないいい状況です今ろろ、うん、だからもう、あのーまあ、懲戒請求はねあの2本だけ、えー、福永勝ちゃんには出させてもらってるけど、うん、本当はもっとね糾弾、うん、していきたいしねあの彼の悪事っていうのをあの表にあの出したいしそれこそあの文春さんにねあのもう記事持ってきたい気持ちでいっぱいですよ、うんまあ、あの間違いの記事にはなるからもうあの内容的にね、うん、まあなんだけど、あのーまあ、どうしてもねちょっと僕の今の仕事の状況的にそれができないっていうのがねすごく、うん、もどかしい限りです。な、うん、なのでん まあ完全懲悪じゃないけどねまあ古い言葉って言われちゃそれまでかもしれないけどやっぱりこういうね悪はしっかりと断罪されてほしいこれはもうディーゴもそうだけど福永克也もそうだけど大川隆法もそうだけどこういうんだろうね現代にのさばる悪っていうのはこうやってね断罪されていくべきだというふうに思うし僕もねその何か助けになれることをねこの「あのもの助ユーチューバー」というジャンルにね気が付いたらなってしまったけれどもこれからもねやっていきたいかなというふうに思うので今回のこのディーゴの件がね大々的に 報道されたのはすごくいいことだと思うしこのねあのまあ 山本一隊長もねこの未成年インについて触れてるけれどもこういうだから犯罪こういうんかやつがやった犯罪っていうのを忘れないで語り継いでいくってことはすごく大事なことだと思うんでまあしっかりべき裁きをね下されるべきだなというふうに思いますはいそんな感じでちょっと D5 関連で読んでいただきたい記事この「週刊文春」のこれの記事とあとは山本一郎さんのウェブの記事ねこれ貼っておくんでぜひ読んでくださいということでございました。